どうも、つぶつぶ屋です。春になって売り場めちゃくちゃ賑わっております。府中市でありながら日頃なかなかお目にかからない多肉たちにも今ならめちゃくちゃ出会います。今から暖かくになるにつれ多肉たちの特徴ややうっすらと柔らかいものになっていくので、今のうちに特徴のあるうちにぜひ売り場に行ってお気に入りの多肉と出会いましょう。そして多肉植物を始める上で初めて多肉を迎える方も今かなりいろんな品種があるのでめちゃくちゃおすすめです。ということで今回は一般的な園芸店やホームセンターなどでとても出会いやすい多肉たちの中からおすすめ品種いろいろ紹介します。この他にもたくさんあるんですが今回は14品種ご紹介します。それではまずはどれからいきましょう。こちらプロリフィカ、プロリフェラという名前でも流通しています。こちら小さくふっくらとした葉が特徴的で、気温が比較的高い時はグリーングリーンしていますが、冬が深まるにつれめちゃくちゃピンクに染まります。冬でも根が若く元気はつらつの場合はグリーングリーンしている場合が多いですが、根詰まりする頃にはめちゃくちゃ可愛いピンク色になります。丈夫で育てやすくどんどん増える、なのでいつか寄せ植えを楽しみたいという方にもめちゃくちゃおすすめです。続いてお隣のピンクルルビー見てみましょう。こちらどうでしょう、赤い、これで 7,8 割程度といったところでしょうか。冬の絶好調のシーズンには宝石と間違うほどにめちゃくちゃルビー色。こちらのピンクルルビー100均でもよく見かけます。ホームセンターや園芸店で購入できる場合はやや立派な綺麗な状態のものが購入できますが、100円の時はちょっとグリーングリーンとして小さいタイプが多いです。ですが成長すれば同じもの、どちらもめちゃくちゃ綺麗に可愛く育ちます。続いてはグレイッシュなピンク色を持つこちら、こちらは桜ボタン、ゴースティンという名前でも流通しています。こちら一般的な多肉植物のように見えますが、ちょっと夏はグリーングリーンでわんぱくな姿です。ですが冬になるとほんのりピンクでやや白っぽく、さらに寒さにめちゃくちゃ強いのでマイナス5度ぐらいでも全然平気です。素晴らしい、花壇にも植えられるぐらい強健なおすすめ多肉。対してこちら春の緑色が眩しいほどに美しい春萌え、こちらは寒さが若干苦手です。それ以外はとても育てやすく丈夫、春の終わりや秋の初め高温期なら葉差しももりもり増えます。実は多肉植物このような鮮やかな黄色がかったグリーン、あまり種類がないため寄せ植えなどでもめちゃくちゃ重宝します。ご自宅に一つあると多肉生活を華やかに彩ってくれます。そしてこちら、こちらはやや入手難易度が上がります。出会える時はよく見かけるんですが、ない時はないそんな感じでしょうか。カリフォルニアサンセット、販売されている時の多くはこのように綺麗な赤に染まっていない場合が多いです。グリーングリーンになっていても同じ形をしていて名札にカリフォルニアサンセットと書いていたら気温が高い時に毒に染まるのでお楽しみに。こちらレッドベリー、ちょっと虹の玉とレッドベリーとどちらを連れてこようか迷ったのですが、今回はレッドベリー、赤いつぶつぶの代名詞的な存在。一昔前まではなかなか出会うのが難しく結構高級多肉でした。今では500円近辺で買えるところが多いんではないでしょうか。葉っぱを巻くだけでポロポロ増えて多肉植物の楽しみ、増えるもめちゃくちゃ楽しみやすい。そしてお隣スプリングワンダー、どうでしょう、モケモケです。この独特の可愛らしいフォルムにモケモケも楽しめる。高温期になるとまるでメデューサのようにグイン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 暴れ多肉に変わっていくのですが、秋から春にかけてはめちゃくちゃ可愛い姿を楽しませてくれます。最近皆さんに人気のある交配種、その交配種の中でもスプリングワンダー交配、特に小さく可愛いものが多いのでそちらもおすすめ。
葉差しでめちゃくちゃ増えやすい。そしてお隣は多肉界のアイドル乙女心。こちら多肉植物をあまりご興味ない方もご存知の方多いんではないでしょうか。もし初めて見たよという方がいらっしゃいましたら、冬になるとびっくりするぐらいメルヘンの世界へ連れて行ってくれます。なんと葉全体が白く、さらに葉先のポチッとなった部分が真っ赤に紅葉します。それはそれは乙女のほっぺたが赤く染まるように、あどけなさの中にもロマンチックささえ漂う素敵な紅葉を見せてくれます。続いてこちら、こちらも人気者、パープルヘイズ。夏場の育て方がちょっとだけコツが必要で、なるべく風通しの良いやや日陰がおすすめです。夏以外はかなり丈夫。気温が落ち着いてお彼岸を過ぎたあたりから、まるで煙のように、紫の煙のようにもくもくもこもこ増えていきます。多肉植物の中ではやや少ないこの青み、見かけたらぜひ連れて帰って楽しまれてみてください。お隣のこちら、ビアホップ。どうでしょう、めちゃくちゃ可愛い。先ほど春前の時に言った黄色がかったグリーン、ちょっと種類が少ないと言ったのですが、こちらさらに薄い黄色になる白さ漂う美しいグリーンを持ったビアホップ。こちらは成長してちょっとグリーングリーンが抜けた冬顔のビアホップ。夏はめちゃくちゃグリーングリーンしています。そしてこちらも春萌え同様、寒さがちょっと苦手なので0度以下にならない環境がおすすめです。慣れてくるとマイナス3度ぐらいまでは結構大丈夫。さらに後ろの列のこちら、ジョイスタロック。どうでしょう、スプリングワンダーとどことなく似ていますが、こちらはわずかなわずかな微毛にツルツルピカピカした質感があり、めちゃくちゃ可愛い。葉の内側と外側で大きく色が異なるため、かなり立体的な美しさを与えてくれます。こちらも冬真っ赤になる紅葉多肉。続いてこちら、姫秀麗。こちら今のところグリーングリーンしていますが、なんとめちゃくちゃ綺麗なピンクに染まります。そして不安になるほどにちょっと触るだけで葉っぱがポロポロ落ちますが、そのポロポロ落ちた葉っぱからとてもとても丈夫に芽吹いてくれるので、あたりを姫秀麗だらけにしてくれます。根詰まりして丈夫に育った頃には葉っぱやや落ちにくくなるので、根詰まりするまではデリケートに扱いましょう。もしちょっとデリケートじゃなくても増えるだけなので枯れたりしないのでご安心を。続いてこちら、こちらもレッドベリー同様、赤い多肉の代名詞的存在になりつつある紅千穂。こう見えてクラスラ、金のなる木の仲間です。なのでクラスラの仲間の長所でもあるお花、結構楽しんでも株が傷まない。他の多肉たちはお花咲かせすぎるとちょっと体力を奪われてしまうのですが、クラスラの仲間たちは結構お花を咲かせてもそんなに痛みません。そしてそのお花がめちゃくちゃめちゃくちゃ可愛いです。どうでしょう、まるであどけない子供のよう。なので紅千穂と呼ばれているのかもしれません。最後にこちら、こちらはちょっとなかなか出会いのチャンスがないかもしれません。タイミングが良ければホームセンターや園芸店でも時々見かけます。ペレスデラロサエ。最近流通しているつぶつぶ多肉のセダム。小さな小さなポチ爪がめちゃくちゃ可愛い。以上、ちょっと簡単な説明ではありますが14品種お届けしました。この他にも白ボタンや虹の玉、ピンクベリーやラブリーローズ、たくさんたくさんあるんですが、春のうちに数回に分けてさらにおすすめ多肉たちを紹介していきたいと思います。全部連れて帰りたくなると思いますが、ご自宅の置き場と相談して、そしていつかおうち多肉で寄せ植えを作れるようになるまで、そんなところまで想像しながら少しずつ集めるとめちゃくちゃ楽しいかもしれません。ぜひこの春に新しい多肉家族をお迎えしましょう。そして1年間一緒に楽しみましょう。
ということで今回は春なのでおすすめ多肉14品種紹介しました。いやーもっともっとつぶつぶの声がハウスのあちこちから聞こえてきて紹介したい気持ちたくさんなので随時少しずつ紹介していきます。よろしくお願いします。ちょっと待っててね。はいはい、どうぞ。つぶつぶ屋さんが好きな春の食べ物を教えてください。はい、イカ、イカ好きです。あとお湯に野菜を入れて、鍋のような感じで食べるが好きですね。そうです、お湯野菜もとても好きなんですが、この前素敵な食べ物を楽しませてくれました。もうめちゃくちゃ美味しかったんですけど、いちごを食べたんです。ただのいちごじゃございません。お寿司です。いちご寿司食べたことあります？見たことあります？見たことはないです。ありますよね。自分見せましたよね見せましたよね。見ました。見ましたけど食べてないっていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、やらせ話でお願いしますとても美味しかったです。私も行ってみたいです。あ、でもそちらのお店メニューが季節に応じて変わっていくんで、もういちご寿司じゃないかもしれないですね。詳しくはちょっとリンクを貼っとくんで、もし大分にお越しの際はぜひご予約されてみてください。それでは皆さん春を楽しみましょう。